こんにちは。性格が混沌です。なんだかんだ使ったことがなかったこの構築。ゲームと一緒で見た最強ランキングだとティアさんだったから。まあネタにもなるし使ってみるか。そんな感じで適当に強そうなカードを詰め込んできたよ。実際に使ってみて思ったけど、意外と序盤も安定してるんだよね。まさか鳥はスペブ軸強化じゃなくて混沌強化だった?そう思えるくらいには2面処理が便利。回復にドローに何でもできるこの鳥、実に有能。この謎の安定性を混沌に与えてもいいのだろうか。いや、ない。相手はアリアが引けていない様子だね。もう混沌の後には出せないよ。悲しいね。ハムシデッキはこれで積んでるまである。低コストばっかりのデッキには刺さりすぎるね。あとはこっちの運次第でほぼ終わり。っていうか相手の混沌は妖怪フォリアを毎回決めてくるんだけどさ。自分でやってみると全くできないっていうね。ちょっとズルだよ。そもそも右手が光らない私には向いていないのかもしれない。もしくは運を使い切った可能性。さっきルムマの報酬がレジェンドカードだったからね。プレミアユズキが当たったんだけど、もう3枚あるからいらないんだけど、なんか当たった感じが強くて嬉しいよ。多分当たり枠ではあるよね。一番は500ルピな気もするけど、運が絡んでくるからな。宝箱もくじ引きもデッキもすべて運ゲーだね。運がすべてよこの世の中。じゃあパチンコで生計を立てられるレベルの運があれば人生勝ち組なのか。難しい話だね。天才の戦略お見せします。こんにちは。眠さが混沌です。混沌が決まると大体速攻で試合が終わっちゃうね。唯一対抗してくるのは守護美食雷。なんだかんだ抵抗してくるね。妖怪フォリアが決まれば負けることがないはずだけど、決まらないから結構粘られちゃう。特に守護美書は白で盤面処理してきたりするから厄介だね。8ターン目はホーリーセイバーで動けたりするし、混沌が嫌いなら守護美書がいいのかもね。もしくは諦めるかだね。混沌デッキに当たった時点で運がなかったと思えばダメージがないからね。新環境の風物詩だと思って諦めるしかない。多分そろそろ全滅するはずだし、耐える時期だよ。このギガスは狙って使ったのか、間違えて使ったのか、同じモコスだとわかりにくいよね。でもフォロワーを選択する行動があるから間違いじゃないか。しかし序盤のギガスじゃ火力不足。悲しいね。まあ出しても雷神で割れちゃうからあんまり意味ないけどね。私は混沌に当たって3回ギガス置いて3回連続で割られたからね。あれはマジで泣いたね。ギガスメタデッキに自然となってる混沌デッキ。自然なのか混沌なのかはっきりしろ。悲しみの盤面、低コストデッキの弱いところだね。マナカーブがしっかりしてれば何かいいカードがあったかもね。そういえばマナカーブって最近効かないね。リリース初期は耳にタコができるほど効いたのに。今はアステラ、エンハ、チョイスとか色々あってマナカーブが関係ないもんね。あれ、アステラとかエンハを色分けしてマナカーブグラフを3つくらい出してくれないかな。こうなったらもう負けはないね。敗北を認めよう。私でも同じタイミングでリタイアすると思うわ。ちなみにデッキはこんな感じ。特に解説することはないよ。運ゲーだよ。ゼノとかマウンテンギガースはいらないかな。バハムートが揃ってたら入れてどうぞ。とにもかくにも妖怪フォリアで9割リタイアだから。ミッションでウィッチを使う場合はありかもね。というわけで動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。